長子水夫は、中国東北部、遼寧省、長新陽市内の中心部、新川区朝日街にある、法天軍閥の総水であり、満州統治者である、長作林、長学寮の官邸及び指定であった建物である。別名大水夫また小水夫とも呼ばれる、現在は一般公開されており、当時の貴重な文物を見ることができる、長子水夫。 大聖楼1914年の建設、その後増築などで、現在の建物が揃ったのは、建物の所有が、長市から離れた、満州国時代の1933年のことである。主な建造物に、大聖楼、小聖楼、祭院、四方院、官邸廟、長四社五寺牢があり、敷地面積は約1.6平方キロメートルである。中国の伝統建築、 西洋建築が入り混じった建築当時の中国東北部の雰囲気が残っている。このうち大聖楼が中心の建物にあたる長親子はここで帰居し、政務を取った重要な接客もここで行われた。日本の関東軍の要人や外国人の商人などもここで長親子と対面した。また、1929年に半日に傾いた。 蝶学良によって、日本と親しい大坂井テーラが処刑されたのも、この前提である。現在では、主に大聖堂に、蝶作人、学良の展示があるが、目を引くのは日本ではあまり知られていない、蝶学部名、蝶学部思うについての展示に、スペースが大きく割かれていることである。彼らは、蝶作人の息子で、学良の弟にあたる。 1931年9月満州事変が起こると、日本によって、彼らは兄、学良と共に満州から追われた。だが、さらに1936年西安事変後に国民党軍によって、兄が囚われると共産党に組みし、日本軍に対して、各国、東北部でゲリラ闘争を行った。1949年の中華人民。 共和国成立後は、学名は主に東北部の政務委員として、学士は海軍将官として活躍した。その語学主は、文化大革命のために無念の最後を遂げたが、学名は天授を全うし、1978年12月の中華、人民共和国のアメリカとの国交回復の際には、台湾の国民、 民政府に軟禁されてていいた学の消ををなどしる。このように、蝶作人の学良以外の二人の子息は数奇な運命の中で中国共産党に大きな貢献をした人物であり、長史追譜の展示でも彼らは高く評価され、検証されている。この効果か群末の親玉という現代中国では悪役視されかねない蝶作林も 展示ではそれほど足ざまに書かれてはいない。中華人民共和国成立後、同政府によって、調子水夫は保護されてきた。1985年に、新陽紙によって、また1988年には、両寧省によって、文物保護単位となった。また、現在のように博物館化したのは1988年12月のことである。 ありがとうございます。